はいみなさんこんにちはレック専任講師森田隆二ですそれではただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第十九回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日ですね第十九回目ということになりますが本日のテーマはですね ええー、まあ2019年の重大ニュースを振り返るということでありまして、まず一つ目ということで、まあ本日ですねやらせていただきますのが、あブレグジットという、えー、まあ言葉テーマでですねお話をさせていただこうと思っております。まあブレジッグッブ言えてないですね。えブレグジットというのはですね、まあイギリスがですねまあ要はあの EU から出ていくとまあ言った話になるわけなんですけども、まあ報道なんかを見ておりますと、 あんまりこう関心が日本にはないのかなというふうふに思ってしまうんですけれども、まあ、実は、まあ、このブレグジットというのは、ですね、まあ、非常にですね、まあ、世界経済、あるいは日本経済にも大きな影響を与えるということだと思いますので、まあ、下手をするとですねリーマンショック級のですね影響が出てくると、まあ、そういったですねそういったあのことにもなりかねない、ですね、まあ、そういったお話ですから、まあ、本日ね、ね、えー、扱わせていただこうと思いまして、ですねお話しさせていただきます。ではではすすね早速中身の方に行きますけども えー、ようやくジョンソン首相でまとまるということでありまして、まあ、あのジョンソン首相というのがです、ね、2019年にです、ねえー、まあ誕生しましてです、ね、まあ、金髪で髪がポサポサと、まあそう、ああいういでたちなわけなんですけども、実はエリートで、まあ、オックスフォード大学出身ということで、まあ、そういう方がです、ねまあ、イギリスのトップになったということでありまして、でようやくです、ね、あの方になってです、ねえーまあ、ブレグジット、イギリスの EU 離脱の、ねえー、お話がです、ね、まとまりつつあるのかなと。 こういうことになってるんですね。 2019年12月、ボリス・ジョンソン保守党大勝ということで7月にこの方が首相になりましたトランプ的なそういった手法なのかなと思いますけどもこの方が12月の下院選挙で保守党が大勝したということでこれで国内の政治をまとめられるということで議会承認を得られるということになるんですね。 のですね、メイさん、テイリーザ・メイさんなんですけれども、メイさんのときはです、ね、まあ、何が問題だったのかというと、まあ、イギリスと EU で,です、ねまあ、離脱協定案がまとまってもです、ね、国内にそれを持ち帰ってです、ね、議会承認を得なければいけないんですけど、議会で拒否されるというです、ね、ことが起こっていたんだとで、なぜ議会で拒否されるのかというと、保守党がまあ過半数持っていなかったからということで、まあ、なかなかです、ね、議会で承認を得られなかったと、そこがまあ非常にです、ねまあ、問題であってですね。しかも 期間が長くかかっってしまったとということなんですねだけど、まあ、このジョンソンさんがですね保守党を率いて占拠してですね退所したということで、まあ、これで国内の成長まとめられるということで、まあ、そういった意味ではですね、まあ、道筋ができたのかなということで、まあ、一つ不確実性が減ったかなということであるのかなと思っております。 でまあ、しかしながらですコ、ねまあ、混迷はまだまだ続くかなと道のりはまだまだ長いかなとこういうことでもあるんですね。ではあこれまでのです、ね、流れなんですけどもちょっと簡単にまとめておきますね、これまでの流れをね。 えーまあ、2016年にですね国民投票ということでありまして、まあ、EU 離脱というふうに書いておきましたけれども、あのーまあ、当時のですねイギリスの首相あのキャメロンさんという方がいらっしゃったんですけれどもキャメロンさんは、まあ e、残留イギリスが EU に残留するべきだという考えを持ってたんですけども、えーまあ、EU から離脱するべきだという意見もあったんでだったら国民投票しようじゃないかとで国民投票によってですね、えー、国の在り方をですね考えようじゃないかと。 なかということで、まあ、EU 離脱そして EU 残留これを国民投票したんですね。 でキャメロンさんはですねやっぱりこの EU に残留するメリット、これはあるかと思ってたんですね、私も、ね、EU に残留したほうが良かったと思ってますよ、私はねで、まあ。キャメロンさんの意見はこうなんですけども、やっぱり EU ていうのは、まあ、巨大なマーケットなんですよね、イギリスっていうのはもう、たかだか6500万人ぐらいしか人がいなくて、ですね、まあ、日本の半分ぐらいですよね、えーまあ、それぐらいの人口であるということで、でまあ、イギリスがですねこの EU に入っていれば、ですねその EU のマーケット、5億人なんですよね。5億人のマーケットで 関税なしでで商売できると、まあ、こんなおいしい状況で商売できるということで、まあ、イギリスとしてはですね非常に、えー、まあ経済で考えるとですね、うん、EU に残るメリットというのはあったのかなと思うんですけども、まあ、キャメロンさんももちろんそういうふうに思ってですね国民投票をやったわけなんですがそれで蓋を開けてみたらですね、まあ、実は EU 離脱派の方が多くてですね52%ということで、まあ、キャメロンさんはですね赤っ恥をかいてですね、まあ、首相辞任ということになりまして、まあ、後任が テリーザ・メイさんであるという話なんで,す、ね、でまあメイさんというのは女性でね、えーまあ、2番目の、ね、女性の首相ということで、まあ、あのサッチャーさんという方がいらっしゃったんですけどまあ2人目と女性2人目の首相ということで、まあ、メイさんもですね、まあ、頑張ったんですけども、まあ、メイさんは 先ほども申し上げましたようにあの議会が過半数、ね、保守党なかったんで,で、まあ、国内の,その、まあ、政治でなかなか、ね、EU とイギリスが結んだです、ね、離脱協定案です、ね、これをです、ね、国内の,その議会で認めてもらわないと話が進まないんですけどもそれが全然認めてもらえずということでも最後は、ねまあ、ちょっと後で語りますけど最後は涙の辞任という、ね、そういった形になったんですけどね。 で、まあ、そのメイさんがですね、まあ、離脱交渉を開始したわけですね、まあ、リスボン条約っていう、まあ、条約がありまして、50条にですねその離脱の手続きっていうのがね書かれているわけなんですけれども、そのリスボン条約の50条にのっとってです、ね、離脱の,、えー離脱のですね、手交渉がまあ始まったと、メ、え、イ、ー、さん主導で始まったわけなんですよね。 でまあ一応2018年にはですね EU とイギリスがですねまあ離脱協定案を合意したということでこっちはですねうまくまとめたんですよ EU とは一応うまくまとめたんですねメイさんをねまあしかしながら。 国内をまとめきれなかったということで、まあ、イギリス議会がです、ね、離脱協定案を3回も拒否しているということで、まあ、メイさんは国内のです、ねまあ、議会、イギリス議会をまとめきれずにということで、まあ、辞任と、そして、まあ、先ほどです、ね、申し上げましたジョンソンさんという方がです、ね、出てきたということなんですよね。 まあ、こんな流れなんですよね、まあ、国民投票が行われたのが初めということで、でもあれははっきり言ってびっくりしましたね、えーまあ、国民投票で私はねやっぱり残留かなというふうに思ってたんですけども、えー、離脱という方が多かったということで、まあ、あれは非常にびっくりしたかなと、だからマーケットもすごくまあ衝撃を受けまして、ですね株価でいうと1200円ぐらい確か落ちたと思いますし、為、え、替、ー、レートもまあ5円ぐらい円高になってたと思いますんで、やっぱりまあその衝撃感というのは、 半端ななかかったとということでだから、このね今後ね先ほど申し上げましたように混迷はまだ続くと思ういうふうに申し上げたんですけども混迷があーあのうまくですねそのジョンソンさんが、ね、EU とまとめていけばですね 混乱が起きずに、えー、まあ淡々とですね、えー、世の中が動いていくのかなとも思いますけども何かあったらですねこれは本当にリーマンショック級のねあのショックが加わりかねないということでまあ気をつけた方がいいかなとだからあの、えー、国民投票で EU 離脱というですねその52%の結果が出た時でさえですね5円も円高になってるわけですよで5円円高っていうのは日本経済非常に厳しいですよねまあ例えばトヨタ自動車であればまあ円あの円ドル これでいうとですね1円円高になったら400億円利益が減るんですよ、えー、あるいはユーロで考えるとですね1円円高になると50億円利益が減るんですよトヨタ自動車ねですから円高にかなりですね日本の経済っていうのは影響を受けてしまってで円高で業績が悪くなれば株価にも当然反映してきてですね株安ということになりますよねで金融市場の混乱っていうのは、えー、実体経済にも影響を及ぼしますから、えー、日本経済にとってはですねあのイギリス EU で起こったことっていうのはマーケット金融市場を通してですね日本経済にも ですから、まああのまあ、非常にイギリスというのは日本からしたら遠い遠い国ですけども、えーまあ、マーケットを通すとです、ねまあ、非常にもうあのす,すごい勢いで、ねえー、短,時短期間に、ね、短時間に、ね、日本に影響してくるんで、まあうん、他人事ではないかなというふうに私は思ってるんですけどねででは、えー、っとですね。 えー、そもそもですねブレグジットとは何でしょうとういうことなんですけども、えー、ブレグジットというのはイギリスというのはブリテンですよねでエグジットというのは出口なんですけどもこのブリテンとエグジットという言葉をですね足し合わせた言葉、まあ、合成語ですねこれをブレグジットというふうに言いまして、まあ、こういうふうに訳したりしますよねイギリスの EU 離脱というふうに言ったりしますよね。 イギリスが EU から離脱するんだという、ね、そういった言葉これがブレグジットという言葉であります。 でではですねなぜですねイギリスはブレグジットこれをですね、えーまあ、考えたのかということですよね。まあ、キャメロンさんの考え方というのは、まあ、EU のです、ねまあ、5億人のマーケットこれをですね、えー、ここで商売することがイギリスの国益につながるんだという見方であって私もその通りだと思うんですねやっぱり5億,年5億人のマーケットで商売できるというのはしかも関税なしで商売できるというのはこれは大きいですよ、はっきり言って。まあ、日本は1億億万人いないなですからねで1億 5億人いればかなり、ね、商売が成り立っていくということで、まあ、そういった意味では非常に、ね、イギリスというのは EU にいたことによってかなりのメリットがあったわけなんですけどもなぜ52%の方々がです、ね、離脱するべきだと考えたのかということを、ね、次にちょっと見ていきたいんですが。 なぜ離脱したいのかということでまずこれですね EU のルールに従わなければならないと。 でルールに従うということは何かなというと EU というのは人、金、物が自由に移動できるということで、まあ、だからこれがあるから、まあ、商売があ、ねえー、物が自由に移動できるから関税がかからず物が自由に移動できるからですね、えーまあうん、ある意味それは国益につながるわけなんですけども一方で人も自由に移動できると。 人も自由に移動できるということが今回の原因の一つになっているんですねつまりイギリスへの東ヨーロッパからイギリスへ東ヨーロッパから移民が増大しているということで、まあ、人数がすごいんですよ年20万人移民が順増しているっていうねそういったことなんですよね だからものすごいですね、まあ、移民が増えてきたと EU というのはあとでまとめようかなというふうに思っているんですけれどもうん、えー、2000年代に入ってですね東ヨーロッパのそういった国々がかなり EU に入ってきたんですね、まあ、言ってしまえば貧しいですよイギリスなんかに比べてねイギリスというのも経済大国ですからで、まあ、経済大国 EU の中の経済大国というのはイギリスそれあの、まあ、トップはまあドイツですけどもドイツ、イギリスフランスですよねそれからイタリアとあるわけなんですけどもそういうね、まあ、経済がいい国 移民が東ヨーロッパの方々の移民がです、ね、こう自由に移動できますから自由に移動できますから金持ちの国にど、ね、どんどん,どん,どん移ってってたわけなんですよねで、まあ、移民って嫌だなとこういうふうにイギリス国民が思っちゃってっていうのがこれが大きな理由になっているわけですね。 だからイギリスは経済がいいとさらに社会保障なんかも充実しておりますよねですから医療であるだとか住宅であるだとか手厚い保護があるということで移民の方々なんかはイギリスって魅力的だなとじゃあそこで稼ごうかということで出稼ぎとといいうう感じででイギリスに入っってたこなんすよね移民の方々が増えると何が起こるのかなというと例えば農場だとか工場なんかでです ですねまあ、働く人が増えるわけですから、まあ、イギリス人の仕事が奪われちゃうというのがまず1点ですよね。 でそれからやっぱり移民の方々っていうのは、まあ、必ずしもそうなのかっていうふうに、まあ、言い切れないんですけどもそういう意見があるっていうことで私ご紹介させていただきますけど、まあ、やっぱり治安のの悪化につながるんじゃないいかという意見もありますよねでそれからやっぱり移民の方々が、まあ、例えば医療だとかあるいはその学校だとか、まあ、そういうねあの社会保障というのをもちろん、えーえー、享受するわけですから、まあ、彼らもちろんね税金払ってるわけですからそのまっとうな権利としてですねあるわけなんですけども医療だとかそういうサービス公共サービス サービスをです、ね、享受するということになりますからどうしてもですねお金がかかってしまうということですね移民の方が増えるということで、まあ、したがって、まあ、イギリスの国内ではですねかなりのです、ね、鬱憤不満が溜まってたとでそれが爆発したのが国民投票とということですよねでそれからもう1つあるのかなということで丸2というふうにいたしましたけども直接イギリスがアメリカや日本などと貿易交渉をしたいということですね。 イギリスは GDP 世界第5位の国であるとそれからイギリス連邦53カ国というふうに書いておきましたけど、まあ、EU から離れても,も俺たちピンでやっていけるぜというのがイギリスの主張なんですよねですからまあイギリスというのは GDP 世界5位、まあ、1位がアメリカ2位が中国ですよねで3位が日本であるとで4位がドイツそして5位がイギリス6位がフランスで7位がインドそして8位がイタリアということでもうインドがまあイタリアを抜いちゃってるという、まあ、そういったいつの間にかという感じなんですけども。 まあそういう流れになってるわけなんですがイギリスっていうのはもう世界第5位の国なんですよねですから俺たちピンでもやっていけるぜっていうふうにイギリス人は思ってるわけですしやっぱりこれが大きいですよね。 イギリス連邦というですね、まあ、この枠組み、えー、集合体これが大きいのかなというふうふに思いますね、53カ国いますからね、でイギリス連邦というのは何かなというと、まあ、イギリスプラス旧植民地なんですね、それが53カ国、イギリス含めて53カ国ということでありまして、まあ、緩やかなですね、まあ、あの組織体というんですか、緩やかなまあそういった集合体、えー、それが今イギリス連邦ということで、まあ、世界の人、えー、そのイギリス連邦の人口を合わせたらですね、24 25億人いるということですから、世界80億人ですからね、まあかなりの数がそのイギリス連邦の。 中にこうね、えー、含まれるということでだからそのイギリス連邦を利用すればですね、まあ、EU に頼らなくてもいけんじゃないのかというふうなことも思ってるんじゃないですかねでイギリス連邦ってやっぱりまあ、うん、すごくてですね、まあ、例えばそこに入っているのはカナダであったりオーストラリアであったりニュージーランドであったりということですねでカナダとかオーストラリアとかニュージーランドっていうのはいまだにですね国家元首がですねエリザベス女王ですからねイギリスのねですからやっぱりイギリスとのつながりっていうのはやっぱり非常に強いわけですよね。ですからまあそういった 国々と連携を強めるという生き方もあるんじゃないのかということで、まあやっぱりイギリス連邦の存在、えこれも非常に大きかったのかなというふうに思いますね。ですから、まあ EU から離脱してということで、でまあ EU とのその距離っていうのはもちろんその域に離れるというのはもちろんね、それは、うん、商売するのはあのする状況としては非常に良、えー、くないっていうのはもちろんわかるわけなんですけども、あのやっぱりこのイギリス連邦っていうまあそういったね、えー、もう一つの道っていうかね、そういった道もありますから、あまり EU にね。 どっぷりとといいいう、ねえー、ことをしななくてもいいんじゃないのかと移民の問題もあるしちょっと距離を置いてもいいんじゃないのかと俺たちやれんじゃないのかと出てってもという、まあ、そういった意見が、ね、結構あったのかなというふうに思いますね。 でえーまあ、イギリス、まあ、それからやっぱアメリカの関係もあ,のありますよね、やっぱりイギリスとアメリカというのは、ねあのまあ、チャーチル元首相が言われておりましたけど、特別な関係というふうに、まあ、チャーチルさんは言ったんですけれども、まあ、そういう、まあ、特別な関係というふうに言われておりまして、やっぱり、うん、がっちりしているということで,で、アメリカとイギリスの関係がありますから、まあ、仲良しし親友ですからね、まあ、したがってそっちとも、ね、うまくやれるということでありますから、まあ、ピンで、ね、や,やるということでもういいんじゃないのかと。 EU、えー、に頼らなくてもできるんじゃないかということですよね。 でまあ、得意な産業、守りたい産業というのはやっぱりイギリスにもありましてですねやっぱりこの EU 側の,その、ね、得意な産業、守りたい産業ともちょっとずれたりするんですよね、だからイギリスが直接アメリカとか日本と交渉した方がですねそれを反映,させたい反映させやすいというね、えー、そういったあまあことができるかなということで、えー、まあイギリスはうん出たいなというふうに思っているようですね。では、えー、っとでは、ね、その次なんですけども 移民増大でイギリス国民の怒り爆発ということで、まあ、イギリスの行政サービスを移民が受けると、まあ、これはね移民の方々ってもちろん税金払ってますから、ね、もちろん税金払ってますからそのサービスを受けるのはそれは当然の権利なんですけども、まあ、イギリス国民としては、まあ、失業しちゃった人もいますから。 ねえー、その工場で働いてる方々で失業しちゃった方々なんかは「俺の仕事奪いやがってと」と、まあ、そういう鬱う憤溜まってるわけですよねですから、うん、行政サービス、えー、移民の方が受けてるっていうのに、まあ、不満を抱くっていうこともねありえたのかなと。で、えー、まあ,あやっぱりね、えー、そういった方々が病院を利用すると混雑するし、えー、学校も増やさなければいけないと要は金がかかるでしょということですね。 えー、移民も税金を負担してるわけなんですけども金かかってんじゃねえかというところが目立ってですねあいつらがいるからというね、えー、そういった流れに、ね、どん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 いっちゃったということですねでねうん、まあ、しかもということで申し上げますけどもあのそもそもですねイギリスっていうのは経済大国ですから EU に対してかなりのお金払ってたわけですね年間1兆円払ってるわけなんですよ年間 EU に1兆円払ってるということで1兆円も払ってるのかよと、えー、それで移民がいっぱい増えて なんか全然よくなってないじゃないかという、まあ、そういった不満もあるんですね1兆 EU に払ってて移民も増えてなんかん損してんじゃないのかという、ね、そういった鬱憤がです、ね、かなりイギリスの国民の中には抱いている方が多かったのかなとそれが52%のです、ね、離脱賛成という、ね、数字に表れたのかなということですよね。 でそもそもイギリスの EU 会議論は根強いということでありまして、まあイギリスというのはですね、やっぱりあの欧州大陸からですね、まあ離れているというのがまず一点ですよね。そもそも欧州大陸から離れているというのが一点と、あと。 あのー、そうですね、えー、1973年 ECEU、えーまあの前身なんですけども遅,ら遅ればせながら加盟ということなんですね、まああのー、この次にちょっと触れるんですけども、e、あの EC の前身が e c でそのもと前に、あのー、ECSC というのがあるんですけども1952年にできたんですけどね、えー、そこの現加盟国っていうのはあの6つなんですよ。 あのフランドイツフランスイタリアそれからベネルクス3国ベルギーオランダルクセンブルクですねこの,この6か国がその、e、EU の前身のもともとの国々とこういうことなんですよね。ですよねでだから当初からもうイギリスっていうのはちょっとまあそういったところから距離を置いてたというところにありましてですね。で遅ればせながらでですすねねその EC にです、ね73人 に入ったとということですねですから、まあうん、だいぶ遅れてたというところがありますよね。で、さらにですね、の EC の前身である EEC にです、ね、対抗する組織である組織体であるエフタをです、ね、主導していたんですね。エフタというのが、まあ、今でもあるんですけども、まあ、イギリスがスイスだとかスウェーデンだとか引き連れてですね、EEC に対抗する組織エフタを作ったんですね。でまあ、作ってたんですけども えー、EC に乗り換えちゃったほうが得するんじゃないのかということでエフターの,その主導的な立場にあったイギリスがですね EC にこうね行っちゃったということですね。なん、まあ、で行っちゃったのかというと経済が理由で加盟したんだということですね。 まあ19世紀半ばから20世紀初頭という、まあ、そういった時代はですね、まあ、やっぱりイギリスが世界の覇権を握っていたということですけどその覇権がアメリカに移りということで、まあ、イギリスは凋落の一歩をたどったとで、まあ、戦後、英国病というふうふに言われましてですね景気が悪いという状況になっちゃったんですねで何とかしなければいけないなということでじゃあ EC に加盟しようかとそうすれば大きなマーケットで商売できるよということでじゃあ EC に加盟しようというふうになったわけなんですよね。ですけども、まあ、フランス 当時ド・ゴール首相という方がいらっしゃいましてです、ね、あのお前ら e c でやってたあのお前ら EFTA でやってたのになんで入ってくるんだということで2回ぐらい、ね、あの入るのを拒まれたっていうことがありましたけどようやく1973年に EEC、ねまあ、に入ることができてということで、まあ、それで,です、ねまあ、イギリスはやっぱりあのそのヨーロッパの巨大なマーケットで,です、ね、商売できるようになって、まあ、あの状況がよくなったのかなと私は思ってるんですけどね。うん そもそも EU、e、とはということなんですけれども、まあ、今回、ね、EU からイギリスが離脱するということでありますけどそもそも、e、EU とはということでありまして1952年に、まあ、ECSC というです、ね、欧州石炭共同体というのをです、ねまあ、パリ条約によって設立されたというのに始まるわけなんですよね。 で先ほど申し上げましたようにドイツ、フランス、イタリアベネルクス3国計6カ国でまあこれを作ったということでありますね。でなぜこの ECSC というです、ね、欧州石炭抵抗共同体というのを作ったのかというとあ,のあれなんですよ。 あのフランスとドイツっていうのはどうしてもですねよく喧嘩してたんですねでその喧嘩の原因っていうのが石炭と鉄鋼、まあ、そういった資源にあったということでじゃあそれが原因で喧嘩するんだから石炭と鉄鋼を共同で管,管理しようじゃないかということで、まあ、戦後ですね、えー、1952年に欧,欧州石炭鉄鋼共同体 ECSC を作ったんですねだから世界大戦の原因の一つそれがまあ資源のね資源が原因での喧嘩ということにありましたんで、えー、もう喧嘩するの予想じゃないかと。 まとまってですね、行こうじゃないかということで、まあ、この1952年にこの ECSC というのができたとこれが EU につながっていくわけなんですよね。で1957年には EEC というね、えー、あ、ごめんなさいこれ欧州あの経,経済の方ですね石炭鉄鋼共同体じゃなくてこれ経済の方なんですけども、えー、EEC というのができましてそれからユーラともですね原子力欧州原子力共同体ですね。 EEC というのとユーラともですね e c っていうのはまあ欧州のですね経済のそのね えまあ共同体の方ですねでそれからあのユーラトムっていうのは欧州原子力共同体ですけどもそれをまあローマ条約ですか、えー、ローマ条約に基づいて設立したということでまあだから石炭抵抗を共同に管轄しようじゃないかとそして経済もまとまろうじゃないかとそしてまあ原子力関連でもうまくまとめていこうじゃないかということでヨーロッパがまとまとりを強めたわけなんですねでそこにはイギリスが入ってないとイギリスは e c に対抗する、e、あのエフタを作ってますからねイギリスは入ってないということだったんですね。 で、えー、さらにですね1967年にブリュッセル条約に基づいて EC ができたと EC っていうのはこの3つ、ね、ECSCEECEURATOM これがまとまったものというふうに考えることができるかなということでこれが EC 欧州共同体であるということで、まあ、この EC がですね、まあ、まさに EU の前身になっているのかなというふうに思いますね。 でさらにです、ね、あのもっとバージョンアップさせたものが1993年の欧州連合ということでマーストリヒート条約によって、えーまあ、設立されておりますよと、まあ、こんな流れにありますかね。まあ、1993年に、まあ、EU これができているわけなんですけどもうそうですね、90年代の後半あたりですかね2000年代ぐらいになってからですね、まあ、あの東ヨーロッパの国々がかなり入ってきたんですよね。 まあ、あの東ドイツ西ドイツが統合したっていうのがありましたけど、まあ、それで東ドイツが、まあ、ドイツとして、まあ、EU の中に入ってくるわけなんですけども。 まあ、EC か EC の中に入りましたけどもだからそのだんだんですねこの東ヨーロッパの,その、まあ、西から比べると、うんまあんまりその豊かじゃない方々がどん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 入ってくるようになってそして EU としては一金ものの自由移動というのを言っておりますからやっぱりドイツにもフランスにもイタリアにもイギリスにも移民の方が押し寄せるわけなんですけどやっぱりですねイギリスだけじゃなくて不満はあるんですよね。不満はあるけども例えばドイツな なんんかはででですすすね、ね、やっぱり、e、U のです、ね、そのそメリットを非常に受けてるんですよ。だから我慢しようじゃないかというふうな、まあ、そういった、えー、感情を、ね、抑え込むというか感情をコントロールしてたんでしょうけどイギリスは今回爆発しちゃったということですねだからイギリスなんかもですね、本当はね、うん、我慢した方が得だったと思うんですけどね。えーまあ、確かにそういった問題があろうとだけどもやっぱりいた方が得なんじゃないのかなとどうしても思ってしまうんですね。だかからそれを、まあ、ドイツなんかはですね、やっぱり EU に, EU にいることの方がメリットあるというふうに、まあ、そういうふうにね、えー、思う人が多いのかなというふうに思いますけどねだからドイツなんかはですねやっぱり EU で、えー、商売できるし、えー、関税なしで商売できるしそれからまあ輸出ですよね。 えーまあ、そういう,う輸出する際にですね、まあ、あのユーロというのを、ねえー、使っておりますんで,でユーロを使ってるとドイツの経済力からするとあの通貨が割安で、えーまあ、商売できるということでだからそのユーロっていうのはあの、まあ、基本的には EU のですね国々が使ってる通貨ですから、まあ、例えばギリシャとかあそういったね、えー、スペインだとかそういったあのちょっと危ない国々 なんかも、えー、含まれてますからねユーロを使っている国々というのはだからドイツのそのドイツだけで考えるとですねユーロのそのね そそののの価値っていうのは割でですすねね為替レートが決まるんです、ね、ドイツだけで例えばドイツっていうのは昔マルクを使ってたわけなんですけどもドイツがマルクを使ってた時はドイツの力がそのね為替市場であのちゃんと反映されるわけなんですけどもドイツは今ユーロを使ってるわけなんですけどもその,ドイ,ツのドイツだけの力じゃなくてですねユーロを使ってるのはですねあのギリシャだとかいろんな国もあるわけですからいろんな国々なんかの力も反映されてそれで でユーロの、えー、価値が決まってくるわけでだからドイツからしたらそのユーロっていうのは割安感が出,て出るようなね、えー、そういった、あのー、価値になるわけですね。 だからユーロ安っていうふうにドイツ人から見,、えー、見ることができると、そうすると輸出がしやすくなるわけですね。だから円安だったら輸出しやすいのと同じで、まあドイツからするとですね、えー、ドイツ人からするとドイツの国からするとユーロ安という状況でですね、あの輸出をすることができるんで、まあだから中国人からすると中国なんかは今ドイツのですね、まあ大切なお客さんの一つのになってるわけなんですけども、あのー、まあユーロ安という状況で商売できるんでかなりのですね、あのドイツ そうういいった意味では輸出でははメリットを受けているということこて、ならまあ、うん、ドイツからすれば、まあ、いろんなメリットがあるからあ、まあ、EU に参加するのは金もかかるし移民の人も増えたりして問題はあるんだけどまあまあいいじゃないかというふうに思ってたんですけどもイギリスはその反対にも出ちゃうという結論に流れたということですね。 でまあ、イギリス人はこういうふうによく言うんですけどもテイクバックコントロールということで、まあ、主導権を取り戻そうじゃないかということで、まあ、特に地方で目立ちましたね。 えーまあ、離脱すすべきが多数とということですねだからまあ先ほど申し上げましたように地方の方というのはまあ農民の方だったりであるいはうん、まあ、工場の労働者だったりということで、まあ、移民の方々にかなりですね、まあ、仕事を奪われてしまったとでやっぱりうん、まあ、日本なんかでもそうですけどうん東京とかねそういったあの大阪だとかそういった巨大な都市にはですね、まあ、いろんなその国籍を持った方々というのは、まあ、比較的多くいるわけなんですけども田舎に行ったらやっぱり目立ちますよね。それと同じで、まあ やっぱりこのイギリスなんかでも田舎行くと今まで少なかったそういった外交人が増えてきてそれが非常に目立つようになっちゃってそれが反感につながったとまあそういった感じなんでしょうねですから仕事は奪われるしなんだか治安も悪くなってきてるでしょうもうこれはちょっと嫌だなっていう風にテイクバックコントロールだとそういうね流れにつながってきたと。 で一方でですね、まあ、都会ですねロンドンとかスコットランドなどのような都会なんですけどもこちらの方は残留すべきが多数だったんですねやっぱりロンドンなんかはですねやっぱりマーケット EU で残った方がマーケット使えるじゃないかとでロンドンというのは金融市場が非常に有名なんですけども後でちょっと触れますけどね。 ですから、そのロンドンの方々なんかはやっぱり残った方が得するんじゃないのか、という考えをお持ちの方多かったかなということですね。で、ロンドンとかそういった都会なんかはですね。もともとですね。イギリスというのはまあ植民地をいっぱい抱えておりましたから、いろんな国籍の方々がそもそもいますし、やっぱりイギリスのロンドンっていうのはそのシティというですね。うん、世界のそのもう本当に金融市場、もう巨大な金融市場これを持ってるんですよね。 ですから、まあ、アメリカの、ね、ニューヨークのウォール街っていうのが非常に今金融市場で有名ですけどもそれの双璧ですよそれが、うん、ロンドンのシティですね。えーまあ、為替市場でいうと外国為替市場でいうと取引量だったらですねニューヨークの,そのウォール街よりももっとでかいということですねだからその為替のシェアでいうと本当に取引量は40%とかそれぐらいに近い数字が出てるぐらいなんで。まあその ロンドンのシティっていうのはねそういった意味ではそのまあ国際的な金融市場、えー、都市であるということですねですからまあそういう国際感覚のある方々なんかは家に残った方がいいんじゃないのかというふうに思ってたんですね。 でえーまあ、だから、都市部の方々は分かってたんですけどもやっぱり農村部の方々というのは、まあ、移民やだという流れだったわけなんですが、まあ、実は、うん、イギリスはいいとこ通りだったんですね、えー、ドイツなんかよりいいとこ通りだったんじゃないかなということなんですけども、えー、単一商売で単一州で商売できていると、まあ、だから EU の、ねえー、5億人のマーケットで商売できているということで、まあ、これはドイツと一緒なんですけども、えー、ここはドイツと違うところですねユーロでなくポンドを使用している。 ということで、まあ、だからドイツっていうのはマルコを手放してんですよ。えー、フランスっていうのはフランを手放してんですよ。イタリアっていうのはリラをリラを手,手放したんですよ。それでユーロを使っているわけですね。でイギリスはポンドを手放さなかった。ユーロ使わないというふうに言っちゃったんですね。でこれっていうのは非常に大きくてですね、これが使えるんですよ。 金融政策を使えるとといいうここでですすねねれは非常に大きいです、ね、あの変動為替相場制というね、えーまあ、う変動為替相場制というね、えー、そういった制度、えー、これを使っているわけなんですけどもだからその為替市場でですね1ドルいくらとか、えー、1ポンドいくらとかそれが刻々と決まるそういった市場でね、えーかわあの 為替レートが決まる、そういったね、変動するそういったあ、そういったあ,ったあ、為替、えこれがあ決まる場所が変動為替、あの外交為替市場なんですけども、変動するそういったね、えー、時代になってるわけですね。昔は固定為替相場制とか使ってたわけなんですけども、でこの変動為替相場制の時代ではですね、この金融政策というのが非常に効くわけなんですよね、えー。マンデルフレミングモデルっていうのがあるんですけども、それによれば非常に金融政策が決まる、あの金融政策が有効であるというまあそういったあお話。 あるんです,があですから、金融政策がです、ね、その自分たちの国の意思で使えるということですから、まあ、これはその景気対策に金融政策が使えるということで非常にこう、まあ、イギリスとしてはおいしいところを持っちゃっているということなんですねですから、例えばです、ね、うんあのマクロ経済政策という、ね、経済政策っていうのはまあ大きく分けて2つの柱があるんですけど財政政策と金融政策というのがあるわけなんですけどもその両方を持っていると。 これがイギリスなんですよだからドイツとかフランスとかはですね金融政策はもう手放しちゃってるわけなんですよね、まあ、だからそ,の金あのそれは通貨がですねあのドイツはもうユーロ使ってるわけですから従って金融政策を手放しちゃってるというまた金融政策は ECB、えー、欧州中央銀行がですね担ってるということで、まあ、そういった意味ではイギリスっていうのはです、ね、単一市場を使ってるそしてポンドを使ってるから金融政策も使えちゃってるという、まあ、そういったおいしいところをですね取っちゃってるという、まあ、そういった国だったんですね。 でさらに、ですね宣言協定に加盟してないということで、まあ、国境検査ありという、まあ、そういった国であったとだからイギリスというのは、まあ、もちろん人が自由に移動できるということなんですけど一応、国境検査というのを、まあ、やっている国であったということで、まあ、こういったところも、まあ、イギリスはかなりね、国境検査なんかもやることによってですね、まあ、ある意味こう他の国とはちょっと違うわけですからそういった意味では、うん、イギリスというのはですねあのいいとこどりちょっとしてる国だったんだよとそもそもがねと。 そういう話ですね。 今後はどうなっていくんでしょうかということでまず EU に支払う生産金ですねこれ5.5兆円というふうに言われておりますけどもあの要は手切れ金ですね EU から出るとねえいうことでえまあその5.5兆円ねごめんなさいということでお金を払ってくださいとまあいうのがまあいずれ出てくるかなということですねでもこれは本当にねイギリスにとっても大きいですしまあやっぱり、e、EU としてもやっぱりイギリスが出ていくというのは大きいですよね <laughs> まあ先ほどど、申しし上げましたけどあのイギリスというのは、 大国であってその大国の一つが出ていくというところが非常にちょっと、うんまあ、EU としては痛手かなということですね。でやっぱりドイツの力がまたますます EU の中でちょっと強まるというのも、まあうん、いろんな国々からしたらちょっと警戒するところであるのかなということですね。やいうイギリスがいることによって、まあ、やっぱりドイツに対する、ねえー、その圧力がかかるわけなんですよ。でイギリスが抜けちゃうとですね対抗できる国というのはもうフランスぐらいしかなくなっちゃいますから、まあ、したがってですねやっぱり イギリスにはいいて欲しかったととうことだと思います、ねまあ、多くのですねあの,その、まあ、ユ,ーロユーロの構成国からしたらイギリスさんには残ってほしかったなというふうに思ってるんじゃないですかね。で、まあ、2020年末までの激,激変緩和の移行期間ということでありましてこの1年間は今まで通りというお話ですね。 ですから、まあ、離脱協定案というのが、まあ、イギリスと EU の間で結ばれてです、ね、そして、イギリスの議会でジョンソンさんが法案を承認をいただいたとイギリスの議会で離脱協定案の,その、ね、承認をいただいてイギリス国内をまとめたと。 EU の方は EU の方でで、すねやっぱりその、e、イギリスとイギリスで協定案を結んで、でそれで EU の,、e のね、議会もありますしで、そういったところでその議決してで、加盟国の賛成を得てということで、であのまあ、離脱が決まるわけなんですけれども、イギリス国内でも離脱が決定されて、あの承認されて、EU の中でも承認されてということで、もう離脱はもう確定したということですね、まあ、これが1月の話だったんですけども。 で離脱がもう確定しているわけなんですけども離脱した、じゃあいきなりこうバイバイっていうとやっぱり経済に混乱が起きますからその激変を緩和するその措置としてですね、えーまあ、2020の末までは。 あ今まで通りにしようじゃないかとだから一金物自由に移動できますしだから移民なんかも入ってくるわけなんですけどもあの関税もゼロで商売していいよということで、まあ、2020年までは今まで通りということですね、まあ、延長することもできるんですけどもジョンソンさんは延長はしないということをね言ってるんですね。 でこの間にイギリスと EU その他の国々と FTA を締結する必要があるということでだから、まあ、EU からイギリスが出るということで、まあ、それは決まったわけなんですけどもう,もうあの1月あの今2月なんですけどもう出ちゃってるわけなんですね。で出ちゃってるわけなんですけどその2020年の末までは一応今まで通りの仕組みを使えるということですね。で今までで、通りののの仕組みっていうのは、要は要、e、中にイギリリスがが入ってて、で EU が例えばアメリカと だとか日本だとか、まあ、自由貿易協定を結んでるわけなんですけどその自由貿易協定をイギリスが使えちゃうとそれが2020年の末までなんですね。ですから2021年からら年はです、ね、イギリスと アメリカだとかイギリスと日本だとか、それ自由貿易協定がなくなっちゃうということですから関税かかっちゃうんですよ。ですからまあイギリスとしてはこの2020年の末までにですね、いろんな国々と自由貿易協定を結ばないとですね関税かかっちゃってイギリスの企業が大打撃を受けちゃいますよということで、まあこの1年間非常に大切大変なあの、えー、ことになろうかと思うんですよね。だから私が初めの方でね、えー、申し上げたのがしかし混乱は混迷はまだ続くって一番初めの方であの。えー この、えー、パワーポイントで出たと思うんですけどもそのコンメというのはそれですねたった1年なんですよもう12年切ってますよ1月末になってですからね,ねそれで本当にまとまるのかなということなんですよね。だから通常、FTA ってねうーん、まあ、4年から8年もう数年かかっちゃうんですよ。 EU とです、ね、カナダが FTA を結んだのだってあれ7年くらいかかってますからねでそれを、ねえー、1年足らずでやっちゃおうとい,いうことですからちょっとまとまるのかなとだから2年延長できるんですけど延長しないというふうにです、ね、ジョンソンさん言ってるんですね。 でジョンソンさんはそういうふうな強硬姿勢を見せることによってあの情報を引き出そうとしているわけで、まあ、ジョンソンさん、実はねちょっと結局延長するんじゃないかなとは私は思うんですけどねまとまりっこがないんじゃないのかなということですよね実際問題ね。本当に時間かかると FTA とね自由貿易協定 FTA というふうに言いますけどもあのそれを結ぶのは時間かかっちゃうと。 でイギリスと EU なんですけども、まあ、今まで通りイギリスの、あのー、希望というのはこれですよ今まで通り EU で関税ゼロで商売したいと、えー、これがもうイギリスのです、ね、もう本当に望むところですよね。 えー、もしですねこのイギリスが EU とですね自由貿易協定これをですねんあの使えなくなっちゃったらどうなるのかというと例えば自動車で言うとですね関税が10%かかっちゃうということです、ね、でそんなことになったらですねイギリスの自動車業界も壊滅状態ですよ。 ね、ランドローバーだとか、ジャガーだとか、アストマーティンだとか、ね、こう商売成り立たなくなっちゃいますよね、今まで0%の関税で、ね、大体6割ぐらいあの、EU 内で売ってたわけですよ、えー、イギリスの,、ね、その自動車メーカーっていうのは。あそれがです、ね、今まで、えー、関税ゼロですよと、それが10%の関税かかったらです、ね、お客さんからしたら、EU の人々、方々からしたらです、ね、10%分値段が上がってるわけですから、高いよというふうになっちゃうわけですね。 っていうですよアストマンティン買わないっていうふうになっちゃうわけですよランドもローバー買わないっていうふうになっちゃうわけですよねですからそうなりかねないということでだからこのもう2020年の末までですね EU とその自由貿易協定をできちんと結ばないとえらいことになっちゃうということですね。だからまあ自動車だったらだいたい6割ぐらいですね、まあ、イギリスがその EU に輸出してるということなんですけどもだいたいですね貿易でいうとざっくりといって5割ぐらいざっくりといって5割ぐらい、えー、その えー、輸入のがだが大体5割で、えー、輸出の方がだいたい4割ぐらいなんですけどもあの EU と取引してるということで、ね、イギリスなんかはまあかなり農作物っていうんですか農作物っていうんですかね、えー、EU から輸入しておりましてですねトマトなんかでんですね、まあ、スペインとかそんな国から大量に輸入してるわけですから、えー、これがねあの自由貿易協定が EU とくななくっってしまったらですね非常に割高なトマトをです、ね、食わなければいけないというふうに、まあ、イギリス国民になっちゃうわけですからもう本当にこの、えー、自由貿易協定というのは非常に、ねえー、年内に。 2020年末までに結ばなければいけなくてこれは本当にまとまるのかなというふうにみんな思ってるわけですね。でこれがまとまんなかったら結構世界経済偉いことになりかねないっていうことなんですよね。だからまあジョンソンさんそれから EU 側これ、まあ、きっちりとですね、まあ、話をまとめてもらいたいなというふうに思いますけども、えー、そうじゃなかったらどうなるのかなとまあきっと延期になるのかなとは思いますけどね。あのーまあ、ちょっとこれからもお話ししようと思ってるんですけどもやっぱりね EU 側としてもあちょっと先にやっちゃいましょうかで、まあ、移行期間の延長はないと強硬姿勢を示すということですねだから強硬姿勢をまあだからトランプさんにやり方を似てますよね強硬な姿勢を示すことによって譲歩を引き出そうというね、まあだからゆる意味トランプっぽさがある方がだからメイさんと対照的ですよねメイさんっていうのはまあちょっと学級員的なですねなんかこう真面目な感じですけども あの風貌からして違いますからねあのジョンソンさんはね金髪で髪がぼさぼさでなんかちょっとなんか太った感じでね、あのーまあ、実はエリートみたいな感じでその,あのギャップがあの可愛いらしいのかもしれませんけど、まあ、そういう、ねえー、方であると、うん、ですからその,、まあ、その強硬姿勢だからその、うん、移行期間の延長はないと、ねえー、だからあのもし話がまとまらなかったら お互い損するよっていうねその,、うんまあ、その脅しというかね、えー、それを、まあうん、突きつけてるということですねまあ損するのは実はイギリスだと思いますけどねだから移行期間が過ぎて自由貿易協定を結んでなければイギリスの方が私は損するかなというふうに思うんですけどねもちろん EU も損するわけですよイギリスから買うものが高くなるからだけどイギリスは EU でかなり商売してたわけですからイギリスの方がその。 うーん、被る損害は大きいかなというふうに思いますけど、E U としてもですね、やっぱりイギリスにこけてもらったら困るっていうのもあるんですよね。だからそこに、えー、まあ、注目してる着目してるのかなとも思いますけどね。要はそのイギリスがヨーロッパ バーの中でのその存在っていうのは大きいわけですから、イギリスを非常にいじめてですね。叩いてですね。それで崩壊させてしまったら、ヨーロッパ全体も地盤沈下しかねないわけなんですよね。だから、イギリスさんには一方で頑張ってもらわなければいけないっていうのがありまして。で、そこにまあ、んそこをね、えー、ジョンソンさんも知ってんでしょうかね。 で強硬姿勢を示してですね情報を EU から引き出そうとしてるんでしょうねですからまあ完全今まで通りゼロでやらせてくれとで俺たちは移民が嫌だから移民はもうストップするけど今まで通り EU で商売させてくれと、まあ、それをね、えー、あの強硬姿勢を示すことによって情報を引き出そうとしてるわけですよねだけど EU 側はさすがに確かにイギリスにはこけてもらっては困りますけどもやっぱりこれなんですよいいとこ取りをさせないっていうのがねやっぱり EU 側にはあるわけですよね。 だからイギ,リスとし、ね、イギリスに今まで通りですね関税ゼロで商売させるとそして移民は受け入れないとずるいじゃないかってことになるわけですよねだからいいとこ取りをさせちゃったらですねやっぱりあの不満が EU 内からもう勃発しかねないってことですねこれが起きる可能性なんですよこれを認めちゃったらね、えー、だからイギリスにあんまりにも甘いですねそういったね、えー、その状況を与えてしまったら あ要はいいとこ取りをさせちゃったらですねこれが起こるんですよ、これが起こりかねないんですよ、EU 離脱ドミノを、えー、というのが起こりかねないってことですね。だからその、結構ですね今、えー、右系のポピュリズムポピュ言えてないですね、右系の方々ですね、あの要はその、まあうん、自分の国第一主義っていうね、トランプさんみたいな。 自分のの国大事主義みたいな考え方をお持ちのですね右系の方々っていうのが結構ヨーロッパでも出てきてるんですよ、まあ、例えばイタリアだとかスペインだとかそういったところに出てきててでこれでねあの EU がイギリスにいいとこ取りを認めちゃったらイタリアとか、ねえー、そのスペインだとかそういった国々が出ていかね,かねないんですよ。あなんないいとこ取り許してくれるんだったら俺も出るよと。ね えー、EU に、ねえー、金を払うのも大変だし移民受け入れるのも嫌だからじゃあ、俺出るよといいとこ取りさせてんじゃねえかということで EU から、ね、あの加盟国がいっぱい出ちゃうという可能性があるんですねこれが、まあ、EU 離脱ドミノですねで、これを防ぐためには、ね、イギリスにあまりにもおいしい思いをさせすぎちゃうと出たにもかかわらずおいしい思いをさせすぎちゃいますとですねあの、えー、離脱ドミノがです、ね、止まらない可能性があるんですよね。 ですから、まあ、そこが難しいところですね EU 側としてはね。先ほど申し上げましたようにイギリスにですねあまりにもですねうんあ,のあまりにもイギリスをいじめてしまいますとですね やっぱりイギリスがダメになっちゃってヨーロッパ全体も足引っ張られちゃうとそういった可能性が出てくるんであまりにもそのねいじめるのは良くないとだけどもいいとこ取りをさせちゃうとですね他の国 EU 加盟国これ不満がものすごく出てきちゃいますよ。今でもすでにもうそういう動きありますよね EU から出ちゃえばっていうねそういった動きがあるんですよ EU の中でもねですからイギリス以外にも。 ですからあの、そういった不満を抑えるにはですね、やっぱりいいとこ取りをさせないというね、そういったことがまあ必要かなという,ふうに思いますのであの、まあそね、EU はそういった方向性で今後やっていくんだろうなと思いますね。 で今後の懸案ということでありまして、まあ、EU とエ f t a が移行期間中にまとまらなければ関税が復活ということで、まあ、先ほど自動車のお話で申し上げましたよねですからまあ日本なんかはですね、まあ、ホンダだとか日産だとかトヨタだとか工場あるんですけど早速ホンダは工場を閉鎖しましたねだからあれで3500人ぐらい働いてたわけなんですけどその方々が仕事を失ってるわけなんですよねですからホンダの工場は、ね、これからね えー、10%の関税がかかるかもしれないとだったらもう出ちゃうってことでもう工場イギリスの工場閉鎖しましたよで。日産もトヨタもあるわけなんですけどどうしようかなっていうふうになってますよね。で日産なんかはでですねもしイ、えー、イギリスのそのイギリリススののそ 自由貿易協定が EU だとかねそういったあの他の国々と自由貿易協定が結,べ結ばれなければですねあの本当に商売成り立たないっていうふうに言ってますよねあのよ、えー、イギリスの工場あの日産のイギリスの工場は商売成り立たないというふうに言われてますよ。ですからもう本当にその自由貿易協定がうまくいかないとです、ね、いろんなそのねあのイギリスに 工場を持った自動車メーカーカが撤退しちゃう,というねだからアメリカのフォードなんかも撤退してますよだからホンダフォードが撤退してるわけですよねでそれからまあ日産とかトヨタだって撤退しかねないということで今後ねどん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 そういうことが起こりうるってことですよね。でグローバル金融市場シティの低下ですね。 これが起きちゃうのかなということでありまして、まあ、先ほども申し上げましたけどもうニューヨークのウォール街と双璧をなすマーケットこれがシティなんですよねだから EU の中にいる金融機関の25%がですねそのシティに拠点を持ってますよそれぐらいですね、まあ、シティというのは、まあ、重要性の高いですねそういった金融都市なんですよね。 えーまあ、そこの地位が実はその低下しかねないということでありましてでどうしてかというとこれですよね単一パスポート免許が有効でなくなるかもということですね。だからあのー、今まで,です、ね、その単一パスポートというのがありましてイギリスで免許を取れば EU 内で,です、ねあのー、自由に商売できたわけですよ。 だからイギリスで免許を取ればですね、例えばフランスのパリでも、ね、あるいはドイ,ツの、ね、ドイツでも自由で商売できたということなんですけどもこれ、ね EU から出てとていうことでそれでうまくですねそういったあの協定を結,べな結ばれなければですねあのもう一回免許取り直しということになりかねないわけなんですよねだったら拠点移そうかという動きがありましてですねえ三井例えば三井住友銀行だとか大和とか野村とかですね、他にも拠点設けてますよえっとどこだったかなフランクフルトなんかに拠点ドイツのね。 えっとそうですねドイツの確かフランクフルトに、えー、もう拠点をね、えー、移してますよねあの。ドイツのフランクフルトって ECB があるあのそういった街ですからやっぱりま金融街なんですけども、えーシ,ティえー、シティがそういった状況だったら、まあ、そっちにも拠点作っとこうかということでだから結構ですね拠点が移っていく、まあ、あるいは拠点イギリスに残しながらも新たに拠点を作っていくっていうそういった動きがすでに出てきてるんで。 まあそのグローバル金融市場、このシティがですね地位が低下しちゃうっていうねそういうね事態が起きかねないんですね、これはもうイギリスとしても本当、ここは避けたいところですよね、そういう事態になりかねないということですね。 でそれから離脱ドミノスペインの離脱ということで、まあ、これ、先ほどちょっと申し上げましたけどねだからスペインだとかイタリアだとかそういったところが離脱しかねないということですね。だからまあスペインが離脱するのもちょっと痛いですけどやっぱりイタリアが特に離脱すると困った状況になりますよねでどうしてかというと、まあ、先ほど申し上げましたけど、まあ、EU の一番の根っこにあるのが ECSC なんですよね1952年に作られた欧州石炭鉄鋼共同体ですよ。そそこここがまあベースにあってとということでのの一番初めの加盟国の 中にイタリアがいるわけなんですよねですからイギリスが EU から離脱するのとイタリアが EU から離脱するのだったらわけが違うってことですよそもそもイギリスっていうのはいいところでどりで,で距離を置いてたわけですよ1973年にあっち入った方が得なんじゃねえかということで経済的な利益のために入ってきたこれがイギリスですよですからそれに対しのイタリアがですねこのも,ひょあのもし抜けちゃうとかねそういったことがなそういったことい になったらです、ね、もうこれはちょっとね EU 大丈夫っていうことになっちゃってですね本当に混乱が止まらないですよね、えー、まあリーマン・ショック級のそういったショックが世界中に広がってしまう可能性もあるのかなということでならまあそこの辺をねきっちり抑えるために、まあ、EU にも、ね、イギリスにあまりにも手ぬ,手ぬるいですねそういったあの対応をするべきじゃない。 いいいいとこ取りを許さないっていうねそこはやっぱりねきちんと示してもらわないとやっぱり不満が EU の中で出てきますんでまあその、えー、いいとこ取りはさせないというねそこは貫いてほしいんですけどだけどあまりにもいじめすぎるとですねイギリスダメになっちゃいますからそのあんが非常に難しいのかなということですね。であとねここイギリスの国内問題ですねスコットランドの独立だとかアイルランドの統一っていうねこっちの問題にもあのー。 ながってくるかとということで、まあ、スコットランド、まあ、イギリスっていうのはねあのイングランドスコットランドそれからウェールズそれから北アイルランドいう4つから成り立っておりますけれどもスコットランドの独立っていう話が何年か前にありましたよねで結局それがまあ否決されてということなんですけどやっぱり独立したいっていう方々がいてで独立したい方々のうちの考え方っていうのはやっぱり EU に残るべきだっていうことなんですよね。EU にに俺たち残るるべきだっていうふうふ考えててののがスコットランドの方々で多くて だから EU から出ちゃったってことですからあのスコットランドの独立っていうね動きにまたね出てくる可能性があるそうしたらイギリスまた荒れますよね。 えー、なので、うん、そこだからあのこれからジョンソンさんは国内の政治も、ね、きちっとまとめていかなければいけないということですねでさらにアイルランドの統一ですね、えー、先ほど申し上げましたようにイギリスというのは北アイルランドこれを持ってますで北アイルランドというのはアイルランドの島があってその北の方のこれが北アイルランドでそれがイギリスの一つですねでその下にこうアイルランドがあるわけなんですけど今、自由に行き来できるわけなんですね。 今自由に行き来できるわけなんですけどその北アイルランドがそのはイギリスの一部であると。で,北ルランでイギリスは EU から出ちゃったからその今まではイギリスもアイルランドも EU の,の加盟国であったから北アイルランドからアイルランドに自由に行き来できたわけなんですよ。でそれがですね イギリス出ちゃったもんだからちょっとね、えー、スムーズにいかないんじゃないかっていうねそういった問題が出てきて、えー、でまあ自由にその行き来できるようにはしようっていうことなんですけどもやっぱりそういうねことがスムーズにできなくなる可能性があるとおそういったことが出てきますとですねうん北アイルランドのイギリスに対するその不満っていうのが勃発しかねないと、えー、イギリスから独立しまうかとそういった動きになりかねないと。 アイルランドの統一といいう話にななりかねないとそうなったらまたやっぱりねイギリスとしても困っちゃうということでだからこのスコットランドアイルランドこの辺の問題っていうのが。 出てくる可能性もね、えー、なきにしもあらずということでこんなところまでこういうお話が出てきたらちょっと怖いかなということですね離脱のみのね、これ EU 内の話ですねで、スコットランド独立だとかアイルランド統一これイギリスの中の話ですけどもこういう話につながってくるとですね、えー、ちょっと怖いかなというふうに思いますねで、ブレグジットが世界日本経済に影響を与えるということでありまして 短期的にはイギリスの経済の低迷がポンド安通貨不安ということでありますけれどもやっぱり短期的な影響がどうしても出てくるのかなというふうに思いますのでねそうするとどうしてもです、ね、イギリスの通貨はポンドですからポンド安になってくると通貨不安につながりかねないということですねでそうするとポンドを売って何の通貨を買いましょうかっついったら受け皿になるのは安全通貨の縁ですよ。 えー、有事の時の縁ですよ。ですから、円が買われてしまう可能性があるかなということですね。だからポンドを持ってた人が今度やばいと。 ポンドを売っ払うとじゃあ何買おうかなななな円円を買おううととといいここににって,になって、まあ、円高になりかねないっていうことでする、ね、先ほど申し上げましたけど日本というのは、まあ、円高にちょっとね、えーえー、触れちゃうと景気がかなり悪くなっちゃうもんですから、まあ、そういったところですねそこがちょっと、うん、懸念材料かなということで円高になってしまえば株安になってしまってで金融市場で起こったことっていうのは実体経済にも悪影響が出てくるっていうことで日本経済にはデメリットなのかなというお話ですよね。 で特に欧州関連ですね、まあ、だから例えば、うん、トヨタだとか日産だとか、まあ、イギリスに工場あるということですから、まあ、そういう、ねえー EU, えー、EU だとかイギリスで、えー、よからぬことが起こってしまったらやっぱりトヨタとかあ日産だとかそういうイギリスで商売やってるそういった企業にも悪影響出てきますし、えーまあ、そのイギリス欧州関連の銘柄ですね。うんまあ、例えばあその、えー 欧州関連のそのいろんなことが起こる。例えば J.T. の株価なんかも下がったりするんですけども、ギャラハっていうね、えー、子会社が確かイギリスの。 お会社だったんで、やっぱり J.T. なんかの株なんかも影響してくるでしょうし、いろいろやっぱり欧州関連の株、そういったところが悪影響出てくるかなということでありまして、えー、まあ円高株安っていうね、そういった流れにつながって日本経済としても悪影響が出てきかねないということでありますね。ですから、えー、まあ EU そしてイギリスここの交渉がねスムーズにいくことをですね、まあ日本としては望むと見守る。 みたいいななというふうに思うわけけんですけども、まあ、も,しもしですね仮にねそこがうまくいかないのであれば、まあ、かなり悪影響が出てくるかなということでありまして、まあ、そこのところですねそういう影響が出てきかねないというのを、まあ、しておくことがいいかなというふうに思いまして、まあ、本日、ね、お話しさせていただいたということでありますけどね。 えーまあ、エコノミスト、えー、森田隆一の経済会計知事解説第19回目ということで、まあ、2019年の、ね、重大ニュースを振り返るということで、まあ、本日1回目で、ねえー、ブレグジットという、まあ、テーマで、ね、お話しさせていただきましたけど、えーまあ、本当はね、あのー 1>, えー、1回で、ね、10、あのーえー、大ニュースを、ね、いくつか振り返ろうと思ったんですけどあのブレグジットだけで1時間くらいいっちゃいそうな、ね、そんな勢いだったんであのブレグジットだけちょっと取り上げていきましたけど、まあ、次回以降もちょっと何個か、ね、あのテーマ用意して、まあ、数回に分けて、ね、お話できたらなと思ってますんでお付き合いいいただければと思いますねではですね本日の講義は、ね、以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした